30秒です。じゃあ以上でいいです。大丈夫ですね。それでは、長男選手、菊野選手の確認インタビュー始めます。ご質問の方、お願いいたします。結構練習が一緒なのが多いんですか、ね、今回はそうですね、試合の時期も一緒なんで2人でスパーリングすることも多かったですね。例えばその、ね、北野選手が仮想の母になったりとかってことはあるんですか。そういう部分もあるんですけど、やっぱり背格好が違うんで、また打撃はその打撃でキックボクシングのジムで松本敏夫さんという新日本キックのチャンピオンとみっちりやってきた子いたんで、聞くのとやるときはやっぱり空手の軌道とかいろいろ考えながら、どっちかっていうと打撃っていうよりも総合的にやってました。キュン選手は長男選手でスパーとかいうことでこうエルモというか、やっぱり他の方とは全く違いますよね。そのやっぱアメリカで修行されてきたっていうのもあると思うんで、その考え方とか練習に対する姿勢とかスタイルもそうなんですけども、すごい勉強になる、吸収するべきことが多いですね。でも具体的に何かこういうことは、まず動きますよね。ある意味僕とは真逆のタイプというか、その何ですかね、途切れない動きがずっと相手を制する、制しても止まらないというか、常に動き続けて相手を圧倒するところがすごい、これは戦ったら本当にきついなっていうのがいつも思ってます。あのハンマーのやつは普段からやってるんですか。そうですね、結構前からやってて、そしてアメリカとかでもやってたんですけど、やっぱりそれプラス自分の持論を加えて、やっぱ最初は重いハンマー重いハンマーってやっていったんですけど、やっぱり重すぎてもダメで、適度な重さでそれを素早く的に当てるっていうところがポイントで、やっぱり打つ形がファウンドと似てますし、今日まだ披露してなかったんですけど、正座した状態で打ったりとか、足をスイッチしながら打ったりとか、さまざまなバリエーションを入れて、今日はあんまり減量中で負荷をかけたくなかったんで、まあ、20発くらいでやめたんですけども、本来だったらもう60発とか100発とか練習後の締めとしてやってますね。いつまで経ってるんですか。もう何年も前ですね。アメリカに行ってもやっぱり練習場所にそれがないと自分で買ってきてタイヤを見つけてきて、それをセットで置いておいて、そのボクシングジムとかにもそれを置いておいて自分で練習後に叩いてたり、あと試合で言うと
桜井龍太選手とやった 2回目の時なんですけども、ベルトの防衛、ディープのベルトの防衛戦なんですけど、膝を怪我してしまって、もう思うように何も練習できなかったんで、もうできることといったらそういうハンマー叩いたりとかしかできなかったんで、その時はもうほぼメインでそれをやってました。やっぱり効果が出てまして、うちの白井なんかも過去にパウンドアウトして勝ってる時あるんですけど、そういう時って必ずそのハンマーのトレーニングを多くやってました。シャンプリーのサイトの時はサッカー選手に、はい、まあ、キャリアの差を、はい、もう取り込むような試合がすごく皆さん発言されましたけど、はい、それはやっぱりこう総合的にこう楽しむというか。そうですね、まあ打撃で打ち合うってもう前もって言ってあるんですけども、あくまでも総合なんで、あれもキックボクシングやるつもりはないんで、まあ要はビビらずに打ち合って、まあ、テイクダウン取れるところだったらテイクダウン行きますし、そんなに打撃だけに偏ってるわけではないんで、全てにの練習をしっかり積んでるんで、だから相手を混乱させてやりたいですよね。打撃で来るのかと思ったらそれは寝技になるかもしれないし、寝技に行くのかなと思ったら打撃で行くかもしれないし、そういうところは自分の方が自由自在にコントロールできる。だから今日のさっきの軽くやったスパーリングでもそうですけど、打倒局偏らずに考えて、まあ、実際試合になったら本当に打撃だけでいっちゃうかもしれないし、寝技だけになっちゃうかもしれないし、それは本番になってみないと自分でも分かんないところがあるんで、要は MMA を見せたいなと。中野選手に過去負けた選手2人は何が敗因だったんですか？まず一人はやっぱり何ですかね、ユン選手はモチベーション的なところもあんまり気迫が感じられなかったし、序盤いい部分もあったんですけども、やっぱりちょっとこの人やる気あるのかなっていうところは正直感じたんましたし、大山さんに限ってはあれは自爆だと思うんで、まああまり参考にならないですね、はい。田中選手、はい、田中選手の本来練習をどうですか、期待しました。田中選手は、はい、こう、なんか打ってましたね、腰で。まあまあ、そうですね、食らってみないと分かんないと思いますし、今皆さん見てもらったと思うんですけど、そういうものでもないんですよね、その例えば腰で打って鍛えられるようなものでもないし、腹筋を鍛えたからといって鍛えられるものでもなくて、急所を刺すんで、急所は鍛えられないから急所なんで、まあでも書いてましたけど、その数センチずれたら効かないっていうのも本当なんですよ。だから僕はその数センチをしっかり通す練習をしてますし、意識されたからといって防げるような練習もしてないんで、ちゃんとしっかり意識された上で当てる、倒す練習をしてるんで、あまり気にしてないですね、廣中選手が対策してても。対廣中選手っていうのは、どういうことに重点を置いてるの？やっぱ自分の土俵でやりたいですよね、できれば。もちろん僕は打撃が得意な選手なんで、打撃で倒したいっていうのはありますし、その自分の特色である空手とか柔道とかそういう武道的なもので倒したいっていう気持ちがありますけど、先ほど長男さんも言いましたけど、やっぱ MMA なんで必要に応じて僕も寝技に行ってパウンドに行ってっていうのはあると思いますし、そこは本当に勝つために最善を尽くしたいと思います。宇都宮選手はこの試合で勝てば自分が全部日本人では青木川尻の次ぐらいのポジションでやられるということですけど、はい、それはまあ裏返すのは今は今日の選手がもう青木川尻の次ぐらいだっていう意味で、そういう評価についてはどう思いますか？まあ、ありがたい評価ですけど、まあ、実際僕は前回負けてますし、まだドリームで1勝しかしてないので、やっぱ勝ってからちゃんと胸張って言いたいですね。お二人に聞きたいんですけども、この試合のテーマっていうのを簡単にちょっと自分なりに考えているものってありますか？そうですね、
生き残りですね。ドリームにおける生き残りの試合だと思います。回戦そして爆発って感じですかね。もう今は減量してますしだいぶ力も落ちてきてるんですけども、やっぱり大晦日試合が流れたのでだいぶフラストレーションが溜まってるんで、まあ、今はもう落ち着いておいて試合になったら一気に爆発したいなと思いますね。大晦日の試合が流れちゃったそのフラストレーションっていうのは今も溜め込んでる感じですか、ね、それとも何か別のもので発散したり。もう練習にぶつけましたね。その練習というのはやっぱり試合のためなんで、練習であり、そしてちょっと古い話だと大工業をやったりとかもして、やっぱりやり場のない気持ちをなやっぱ処理するのには割と時間がかかったかなっていうの。試合が決まってからもう練習に全部ぶつけて、そして今はもう減量に入ってるんで、もうその気持ちをもう凝縮させてもう試合の時に発散するっていう感じです。黒選手、青選手がライフコースで最初になっちゃいますけど、それはその青木川地がそのあとで、黒選手、まあ、青点というのがあったと思うんですけども、それして相当先のやつにしていくと、その点についてはどう思いますか。もちろんその目標の選手です。今でもというか もちろんですね、チャンピオンですし、どんどん上に行って、いずれ戦える時に倒しがいの価値を高めておいてほしいですね。誰にも負けないでいてほしいですね。そこに挑戦したいですね、強くなって。長男さんはなんかこの先なんかミドル級のベルトとかいう考えてくれたんですか。食べたそうですね。まずは今回勝つことと前提としないと、もう先にはその話もできないんですけども、まずは一戦一戦というのはあれであんまり先は考えてないんですけども、これまで通り当てられたやつと、まあ、全部やっていきたいなというのがあります。そしてやっぱストライクフォースとかもこれ交流戦が始まるんで、その時はもうアメリカにリベンジしに行くっていう、また新たなモチベーションを持って挑みたいなっていうのがあります。実はその次の大会ですね、今ビッグギャラズがそういうことになってますけど、はい、そういうことのモチベーションになります。あ、そういうことを考える人って多分負けちゃうような人だと思うんですよ。やっぱり今はもうアンドリュースのことしか考えてないんで、本当にまず与えられたものに全力を注いで、やっぱりよそ見してちゃいけないと思う。まず一戦一戦集中して、その先にそういう話があるんだったらそれはそれでやってやるっていうか、そういう気持ちはありますけど、まだその22しか考えてないです。まだ結構厳しい世界も味わってきたんで、そういう余裕もないですね。そんなさっきの大晦日もそうですけど、予定立ててもなくなっちゃうことだったらあるし、もう次の試合だけで精一杯です、はい、それでは以上で終了します。ありがとうございます。最後に写真撮影をお願いいたします、はい。その横お願いします。